大手モールは、富山県富山市大手町にある通りな。名前の由来は、かつて、富山城にあった大手門の正面に所在した道路で、あることから。以前より大手町通りと呼ばれており、現在でもこの呼び名で呼ばれることがある。総来ルは、フェリオ富山市の中心部にある長さ約290メートルの南北に伸びる通りで、通り北側の突き当たりには、富山城市公園があるが、 元々は、富山城内の、現在はない二の丸と三の丸から、大手門をつなぐ通路であり、江戸時代には、大手門が、現在の富山市民プラザ前あたりにあり、そうくるわ通り商店街西側入り口あたりに、真型が存在した。現在は、北側入り口に、富山国際会議場、ANA クラウンプラザホテル富山、中ほどには、富山市民プラザといった、公共施設やホテル、 商店街、南側には、ソークルワ通り商店街西側入り口と、シネコンを各とした複合商業施設のユータウンソークルワなどがある。明治時代に入ると、富山城内に富山県庁が置かれたため、柳並木の道路には、役所や病院、郵便局などの公共施設が立ち並び、昭和の時代より、富山市公会堂、旧富山市保健所、 旧富山市民病院などの公共施設、新聞社、金融機関など公共性の高い施設が多く立ち並んでいる地区であった。2009年12月23日には、富山地方鉄道と山軌道線と大和新線が開業し大手モールに調停小電車が走ることとなり、それに伴って大手モールには国際会議場前停留場と大手モール停留場が設置された。 また近隣には、ソークルワ通り商店街、ソークルワフェリオ、グランドプラザなどがあり、賑わいを見せる。3施設はそれぞれ接続している。ありがとうございます。